はい、本日は、お時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。4月3日から相川翔さん主演の、はい、昆虫探偵吉田芳美の、はい、こちらは参加された時の肩書きといいますか、それは虫アドバイザーなんていう形なんですかね。なんですかね特に肩書きはなかったと思うんですけど、昆虫、生きた昆虫に関する部分でのサポートということで、はい、なんか手慣れたスタッフがいないということで、そういう形で参加させていただきましたこれはもう、会社名が虫社。そうですね、そのままですね。大体これは会社いつぐらいからこれを始められたんですか。あですね、もう僕が生まれる前なんで1971年か2年かそれぐらいなんですよね。だからもうかなり40年近く経ってる会社なんで、もうこの場所にずっとあるんですか。最初は高円寺にあったみたいですね。はい、もうじゃあ30、40年ぐらいの。40年近いですね。こちらの虫社さんってこの業界の中ではもう大手になるんですか、古株オイソンの。そうですね、なんか多分そうですね、まあ大手っていう言い方がどう正しいかどうかわからないですけどまあそうですね、古株だと思います。いつ入社されたんですか。あ、僕ですか。僕は多分10年ぐらい経ってると思うんですけど、まあちょっと生きた昆虫のブームみたいのがあった時に、はいはい、10年前にそういうブームとかまた、そうですね、もう本当に最初のクワガタブームみたいな時期があってですね、その時にまあ初めてこのお店に、今までこう生きたものっていうのはその当時置いてなかったんですよね。あ、もう大体ピンに刺されてる標本みたいな、ね、と、こういう虫を捕まえる道具みたいなものだけが置いてあったんですけども、そこにまあある人がですね、せっかくこういう中野という立地条件がいい場所にあるんだから、まあそれを生かして生きたものも置いた方がいいんじゃないかと、必ず売れるからとアドバイスをくれた方がいましてですねでまあ置き始めたんですけど、生きたものを扱うスタッフがいなかったもんで、その時にまあたまたま僕ちょっと仕事してなかった時期だったんで、でまあじゃあ夏休みだけということで。もともと昆虫がやっぱ好きで。そうですね、でもまあこんな仕事するとは思わなかったですけど、今回相川さん自体、はい、ここのお店からなんか買われたりとかってそういうことって、もともとはとても映画の時にた、ま、じゃあ虫社さんって結構有名なところあるから今回。いや、映画の前から相川さん自身をプライベートで時々来られて、でもそれでもうじゃあ映画撮ってやるんだったら監督は作詞監督、虫のサポートは虫社さんにっていう、そうですね、流れがもう、そうなのかもしれない。相川さんの方から何かそういう虫社さんならサポートしてくれるんじゃないかっていうことはあったかもしれないですね。現場の方には今回始まるにあたってどういうやり取りがあったんですか。そのこの虫とこの虫とこれをこの時期に何匹用意してほしいみたいな。あ、そうですね、ちょっと私がですね、まあ撮影時期が夏休みということもありまして、はいはいはい、ちょっと直接現場には行けなかったんですけども。あ、そうなんですか。はい、本業が忙しいっていうことで。そうですねで別のものが行ったんですけど、まあ事前にですね、カマキリだとかコオロギとかをもうロケの車にこう乗っけていけるように準備をして、で出発するときにこの会社に寄っていただいて、そうですね、カマキリとか、はい、それを渡して、そうですね、で一応何があっちゃいけないんで、一応手がその時スタッフ一人向こうへ撮影に行って、はい、もうそっか、カマキリとかそういうのも需要があるから商品としていつも扱ってらっしゃる。いや、それはこの撮影のために捕まえてそれはもう普通にカマキリをどこで捕まえてきた。そうですね、はい、カマキリってどこにいるんですか。まあ、のっぱらってイメージはありますけど。そうですね、ちょっと例えばこの会社の隣の団地とかにもちょっと緑がある場所なら、大体いつ頃が一番か、夏ですか。やっぱり8月の終わりにならないとちょっと数は少ないかもしれないですね。じゃあそのクワガタとかカブトムシっていうのはいつも商品扱ってるものから、はい、そうですね、はい、ただそれもですね、結構撮影時期が微妙だ、ギリギリのなんかちょっと夏すぎるかどうかみたいな話を聞きましたけど、カブトも
最初はなんか監督さんのご知り合いのペットショップの方がいたらしくて、カブトムシを用意してもらってたらしいんですけど、はい、8月の半ば過ぎぐらいに僕が打ち合わせを監督とした時に、知り合いのとこに預けてあったそのカブトムシは全滅してしまったと時期からですんで、まあ撮影はとにかくもう急がないと、そのメインになる虫がシーズンがもうその管理が厳かとかそういう以前ですよ、もうカブトムシのシーズンが終わりに近づいてきてたんで、そんなのもあってですね。じゃあちょっと急遽それもじゃあ準備お願いできないかっていう。そんなのもあったかもしれないですね。だけど今このお店にあるものって年中生きてる形で、はい、まあ、それはなんかノウハウがあるんですね。いやまあそれはこの部屋を暖かくしておけばそれで。あ、それであれば、ね、シーズンが世の中終わっても一応。そうですね。そうなんですか。今回の映画の中の一番目玉の、何でしたっけ、ヘラクレス、はい、オオカブトって今なんかこちらにあるって聞いたんですけど、はい、ちょっと今お持ちします。ではそうですね。これはどこ産なんですか、もともと。これは、ね、主にエクアドルとかペルーとか、ちょっと南米の方のカブトムシですね。これだいたい今、こちらで、これでいくらなんですか。これは26,300円ですね。結構じゃあ、それ以上、一番これがもうお店の中で扱ってる中で一番高いです。今はそうですね、もうちょっと暖かくなってシーズンになればこう大きいのも仕入れたりとか、そういうのがあるんですけど、今はちょっとこれが一番大きい個体。これもだけど現地結構大変だったんですけど、値段も結構貴重ですよね。そうですね、ただこれはもう日本国内で繁殖して育ててるものなんで、はい、なるほど、はい。じゃあ牛と同じで一番美味しい肉になる牛を繁殖させてのタイプで。そうかもしれないですね。ああ、そうなんですか。撮影が終わった後、向こうで参加した虫はちゃんと生きて帰ってきたんですか。ああ、そうですね、大体ほとんど帰ってきたと思います、はい。虫の魅力は何ですか。虫の魅力ですかね、結構よく聞かれるんですけど、僕なんかちっちゃい頃から好きだったんで。どのぐらいからも好きだったんですか。もう小学校ぐらい、多分もっとちっちゃい頃から、多分虫取って遊んでたんで、本当に小さい時からの付き合いですよね。もう出身はどちらからなんですか。出身神奈川です。神奈川、はい。神奈川だとどこがスポットなんですか、その虫を採集する。一般的に子供の頃行った場所って。でももう団地とかになっちゃいましたね。現状はですね。